から足利に入ります。テキシです。行ってきます。近くに足利学校もあるみたいですが、今日のお目当ては足利尊氏が住んでいた、館である番名寺が今日の本命です。これから行きます。はい、というわけで今私は足利尊氏が、過ごした館というところに行っています。生まれた場所は京都の綾部なんですね。実は尊氏ってお母さんが、上杉家の娘さんで側室の目かけ腹だったっていうふうに言われてるんですが、京都の綾部で生まれてます。で、生まれた後お母様のその実家の京都の綾部で生まれてから、こちらの、お父様が地盤を置いているね、お父さんの足利貞氏という人が地盤を置いていた、今から向かう番名寺というね、当時お寺ではなくて、当然ながら足利家の館だったんですけど、そこで育ちました。そしてそこを地盤として、御家人としてね、鎌倉幕府に仕えて行ったっていう感じです。足利家っていうのは源氏だというふうにね、言っていますが、ちゃんとしたその源氏の、まあ、嫡流というか直系に近い方の血筋の人というのは、実は同じくですね、鎌倉幕府打倒に大きく貢献した新田義貞の方が兄方の血筋になるので、直系により近い血筋になります。足利の方は次男坊の方の家系になるので、まあ、暴流あの流れなんですが、まあ、それでもですね、非常に有力御家人の、最たる御家人でございました。はい、番名寺もうすぐ着きそうで、足利ってもともと源氏からですね発生してですね、こちらに移ったのが初代の源の義康という人がね、こちらに京を移して、京都からねこちらの方に移ってきて、ここに地盤を敷きましたと。こちら今国宝が本殿指定されているんですけど、で国宝となった本殿を建てられたのが足利尊氏のお父さん足利貞氏というふうに言われています。私にとったらもろ敵地なんですけど、そこを訪ねていきたいと思います。私も初めて敵地に乗り込んできたので、あんまりその現場で尊氏の悪口言えないので、おとなしく見たいと思います。じゃあ行ってきます。茅葺き屋根が残っています。これが当時の屋敷だったのかなという感じですね。ちらっと見えました。今ぐるりっと回ってきたんですよ。ちょっと薄なかったんですけど、これちょっとこんなね、土塁が四方に巡らされているような感じ。今正門通って行ってます。はい、中世の本当に武家屋敷がそのまま形として残っているような感じです。今門をくぐって入ってきました。どこに何があるのか私も初めて来たんでね、全然わかんないんですけど、大日如来を本尊とされているそうなんです。あ、これが本尊だ。これが国宝ですね。これが国宝です。はい、足利義兼というね、初代の足利家の方が建立されていますということで、今残っているのは足利貞氏という足利尊氏のお父さんが再建されたものだと思われます。はい、ということでこの中も入れそうなんです。もともとこの御本堂はこの足利家の巨館の中にあった、念持仏を祀るためにここに建てられたのが最初の始まりだそうです。なのでここはお寺というよりかは仏屋形だよっていう感じですね。こちら正門だそうで、私たち車で入ってきたんで、本当はそこからですね、この方向から入るような、あの楼門とかも、まあ、当時の武家屋敷を名残を残してる。でこの二つ敵寮ってのが足利家の家紋です。この二つ線が引いてある。で三つはこれは一本しかない。でこれは本家と分家だよっていう証の象徴の家紋だそうです。でここからまっすぐ正面にこのお寺があるよということで、ね、こちらにも足利家の家紋が2匹いるようですね。全く私初めて来たんで、どこが見どころなんだかさっぱりわかんないんですけどなんせ敵方なんで、あんまりちょっと情報をあまり仕入れていなくてですね。はい、大井町がありますよと。足利義兼という初代のね方が植えた大井町があったりとかですね。一応日本百名城の中に
この足利家の館跡っていうのは残ってる。だからお城の扱いだったりするのが面白いですよね。あのお寺でありながらお城っていう意味合いがあったっていう感じで、中世の武家の屋敷ってほとんどほぼ残ってないんですよ。なので本当に珍しいと思います。中世でもその鎌倉時代の武家の館がそのまま残っているってとこは多分ここくらいかなと思うんですが、バンナデナですね、敵方でございます。ここであまり足利尊氏の悪口は言えないんで、後からまた言いたいと思います。手を合わせてると相手の足利さんの方がこう目をギョッとして、なんでクスノキが来たんだって言ってるような声が聞こえてきそうな気がしました。ここがもう反対側の出口ですね。まあ、ざっとこんな感じです。でこのぐるりと周りには土塁がずっと囲まれていて、敵の襲撃とかに備えていたお堀もその周りにあります。なので鎌倉時代に武家っていうものが、まあ、始まって誕生した、でその武家が住んでいた屋敷っていうのはみんな、まあ、こんな感じの雰囲気の屋敷に住んでいたよっていうことが、まあ、この一つのサンプルとして分かりますよっていう感じです。クスノキ館とか、千早赤坂村のねクスノキ館とかも跡しか今残っていないんで、実際どんな館が建っていたかっていうことまではわからないんだけど、おそらく楠木氏も大きな豪族であったので、こんな感じの邸内の雰囲気っていうのはこういう雰囲気だったのかなっていうことがこの盤内地を見るとよくわかるわけです。今正面にあるのが正門です。正門からまっすぐ伸びた先に足利氏の始祖であった足利義兼が念持仏として持っていた仏様を自分の守り仏として邸内にお祭りしたよということがこの盤内の始まり。そのご自宅に神棚とか仏壇とかありますよね。まあ、ああいう感じのでかい盤と思ってもらったらいいです。仏壇の大きい盤みたいな。足利氏邸宅跡というね、重要文化財になっており、その中でも特に見どころはこの国宝の本堂でございます。何か弘法大師さんがいます。今正門に向かっています。金剛山盤那寺というね、楠木氏の立てこもった金剛山と同じ名前の、山号を持っているのがまた皮肉だなと思うんですが、まあざっと境内地はこんな感じになっているようです。まあ、さしてめちゃめちゃ広いわけではなく、まあ、普通にいわゆる一般的な武家の、お屋敷の跡っていう感じね。これだと多分楠木氏館の方が大きいんじゃないかなと思ったりもするんですけど、大東亜戦争が終結するまでは日本三大悪党、悪党じゃない、日本三大悪人の一人、平清盛、平将門と並んで、三大悪人と称された足利尊氏の、故郷というかね、出身地というところに初めて来れました。まあ、正門を中から外に出ていっているところです。この後ろが本堂ね。本当は逆から来ないといけないんですけど、私たち全然知らなかったので、正門に向かって今出てきた感じです。足利氏邸宅跡という石碑が立っています。今説明書きを読みましたら、当時鎌倉時代の、道門、本家先に書いてあったのは本当かどうかわかんないけど、あの当時、ね、の建物はそのまま残っているそうです。本当に珍しいですよね、ここまでしっかり残れたっていうのは。やっぱり都からね、遠いとこなんで残しやすかったんだと思う。きっと田舎なんで、田舎で良かったと思いますね。こんだけしっかり残って素晴らしいと思います。田舎版徳川家と同じ源氏の血筋の一族なんでね、徳川家もまあそれなりに大事にしてたっぽい感じです。まあ、戦前はね、大変いろいろとこう悪口を言われて、大変それなりに大変だったみたいです。ご子孫の方々も歴史の授業がある前日には学校に来るなと、
先生から言われたくらい辛辣なことをね授業中にいろいろ言われて、それなりにご苦労が起きそうな方々はあったというふうに聞いております。こういう感じでね、お堀があるんですよ、ずっと。で、周りこれぐるりっと周り土塁があるんですね。だからこれがいわゆる中世の、武家屋敷の形。近世になってからの平城っていうねお城ができます。姫路城とかああいった形の城が出てくるまでは、このような形の館に住んでいたということが、こういったことからわかるわけです。鎌倉時代のその武士が誕生したっていう時に、あった邸宅っていうのはほとんど残っていないので、そういう意味でここの万奈寺っていうのは歴史的価値が大きいということが言えますね。例えば頼朝さんだったりねとか、そういう武士団たちもみんなこんな雰囲気のところに住んでいたよってことが、よくわかるサンプル。こんだけしっかり当時のものが残せたっていうのは、さっきも言いましたけど、ね、この辺がだいぶ都から遠いところで、当時の感覚からすると田舎にあったので、そんなに戦乱に巻き込まれることもなく、鎌倉からもそこそこ遠いし、江戸からもそこそこ遠かったんで、無事ねこうやって残すことができたっていうことがね言えると思います。というわけで足利公園にしようかな。嘘、鳩の方がいっぱいありました。はい、足利公園だ。行く品名人です。行きます。